東京都が今日確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は116人でした。1週間ぶりに200人を下回りました。感染が確認されたのは10歳未満から80代の116人で、直近7日間の1日あたりの平均は253人です。また東京都は感染を抑えるために7日間平均の感染者を前の週の7割以下に減らすことを目安としていますが、今日は 94.1% でした。年代別に見てみると20代が最も多い20人、次いで50代が18人で、重症化リスクの高い65歳以上の高齢者は27人でした。重症の患者は前の日から6人減って46人となりました。